はい、オッケー。なんだよ、それ。さあ、頭に光ってるこの思いっきりデジタル画面で、ね、ほら、お前さえ叩くわ。どうやら、いや、まだ雰囲気できた。昔っぽくない。昔でもね、これ昔の、はい、さあ、これから藤森中身芝居をご覧いただいてまいります。シュウ君対ショウゴ君の始まりであります。ショウゴ、ここは謎の岩山でありますが、この岩山に二人の人物が、お二人誰だったのでありましょうか。まず手前にいるのがシュウ君であります。なんて顔したんでしょうか。シュウ君でありますが、もう一人はちょっとぶら下がって、逆さま翔吾くんであります。シュウ君と逆さま翔吾くん睨み合う二人でありますが、その瞬間大爆発が起こります。シュウ君勝ったと思う人、あれ、いないね。翔吾くん勝ったと思う人、え、なんで、なにこの結果、意外な翔吾くん大人気でありますが、さ、勝ったのはどちらか。勝ったのはショウゴくんだった。ああ、反対だこれ。そして二人は夕日を眺めておりますが、明日は一体どんなお話になるのか。これで紙芝居はおしまいです。思いっきりできたんだよ。はい、あっという間でしたけれども、5分間お付き合いいただきありがとうございます。あれ、もう1個じゃね。はい、です。スタンプの持ってる人、一列に並んでください。一列にお並びください。ガンガン押していきますので、はい、ツアーに参加する人はスタンプをもらったらここに集まってください。全部これで最後の音、じゃあ輪投げができるね。全部輪投げ。輪投げはね、広場のね、向こうの左の方に行くと、これ友達してる。光る輪投げ。よし、どうしてる。じゃあどうして進行。よし、はい、ありがとうございます。トロちゃんはこちらです。はい、ここです。珍しいです。あ、もうすごいじゃん、全部集まってきた。投げできる。これで最後、投げどこ。投げはね、全部スタッフの部屋だ。もう全部できた。もう全部できたら、アクロマンの左の方に行くと投げができる。はい、いってらっしゃい。左の方行こう。じゃあ、相棒の反対から言ったら、はい、その世界の住人から
はい、皆さん、はい、大人の皆さんもまやかな、はい、あったらみんな元気よくまやかなーって、はい、東大暮らし、まやかなー、はい、ありがとうございます。じゃあ、大丈夫かな、皆さん大丈夫ですか。じゃあ、ツアー出発しますよ。はい、こちらです。あ、紙芝居ご覧いただいて、あ、まだですか。私バラって大好き。ね、今日はどこに連れてってくれるの。今日素敵なお祭りやってるからね、いろんなとこ行こう。あ、歌えるお店があるんだ。マジで私歌いたい。ローズの歌聞きたいなと思って。うん、ね、ちょっと行ってみようか。みんなにも聞いてほしい。行こう。あそこにフレンドっていう紫色のとっても素敵そうな日本語でのひらがなで書かれている。行こう、行ってみよう。行ってみよう。はい、じゃあこちらはシャッター絵がとっても素敵なローズ理美容院でした。じゃあ皆さん、さっきのローズとジャックについて歩いていきたいと思います。皆さん、こちらの中華料理屋さんの前でちょっと立ち止まります。道の端の方にちょっと寄ってください。はい、皆さん、この道の端の方に寄ってください。なるべくこちら側に寄ってください。なるべくお店の前に、こちらがまだ開いてますよ。はい、皆さん聞こえますか。こっちに寄ってくださいね。はい、みんなこっちに寄って、音が聞こえるところまで寄ってくださいね。大丈夫かな。はい、はい、おはようございます。おはようございます。私は八六家族と言います。この八山飯店の常連です。ちょっとこのお店のために1曲書きましたので、まずは歌を聴いてください。いきます。八山飯店、美味しいメニューがいっぱい。ラスト山飯店、42年の歴史。優しいお父さんとお母さん、いつも笑顔で迎えてくれる。ありがとうございます。そしてですね、私たちは高さま世界からやってきたんですけど、皆さんにこれを一緒に歌っていただきたいと思います。見えますかね。ちょっと私について歌ってください。スタンプ欲しい人はこれを歌ったらあげますので、頑張ってくださいね。いきます、せーの。バスキヤクモゴ、せーの。バスキヤクモゴ。次いきます、せーの。はやちくに、せーの。はやちくに。なんだかわかりましたか。何のメニューだかわかった。そうですね、はい、高さまメニューです。わかんない人がいたら横の人に教えてあげてください。じゃあ、スタンプはお尻ですね。じゃあここでスタンプがいる人はこちらに来ていただければ押します。それからお店の中に高さまのものがいくつかありますので、ぜひ。